はい。即解除区の久保です。今回はですね、私がリフォームしようかなと思った時の IH のね、ええー、まあ、機器を入れるのか、それともガスにするのかって、私は単純にガスがいいかな、IH がいいかなってふんわり考えてただけだったんですけども、まあ、IH はもしかしたら危険なんじゃないかなっていうことをね、やっぱ考えてらっしゃる方もいて、私も確かにそういう話聞いたことがあるなっていうところから、今回の変身動画をどん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 作るようになったんですけども、ちょっとね、あのー、ここまであの私メッセージ下さった方は、すいません。あえて動画にしていないのは、ま、あなんとなくね、 あの、こんなにたくさん来ると思ってなかったからなんですよ。案外、IH に対してのいろんな意見っていうのが、あ、届くんだなと思ったんで、ここからは、あの、ちょっとね、あの、全部じゃないんですけども、何点かを動画化して返信していこうかなと思います。お付き合いくだされば幸いでございます。では、一つ目のお便り読まさせていただきます。えー、名前はね、えー、一応、不正字でやっていきますね。えー、久保様、先日はありがとうございました。 今回のお話はとても話題になるやつですよねと。よく放射線量の話なんかもありますが、レントゲン技師さんの放射線被曝による健康被害の追跡,消化をしたあ追跡調査をした有名な論文もありましたね。詳しくはググっていただければと思いますが、私の記憶では、むしろガンなどで亡くなった方はあまりいなかったような気がしますとおあ。キャビンアテンダントさんやパイロットなどでも同様の結果が出そうですね。あ確かにね飛飛行機で飛ぶような 仕事をされてていいるる方って我々もも放射線量浴びるのが多いですもんねしかも毎日ですもんねあとは海に排出している原発汚染水よりも一般的な人の尿の方が放射線量が高いとかなんとかまあいろんな説があるっていうことですよねはい、えー、今回は IH 電磁波ですね以前はペースメーカーの方の近くで携帯での通話は NG でしたが携帯電話の電磁波による影響があまり立証できずその結果ペースメーカーの方のそばでの利用は問題ないということが わかりましたと例えば駅などの場合隣の人の携帯電話よりもエレベーターの方がよほど影響があるそうです。 そうなんですよねでまた電磁波の健康被害と合わせて電磁波に対する人間の純能力もぜひ知りたいですねということですね。そうですね。電磁波を浴びてるんだけどもあの純能力が出てくるんですよ人間っていうのはね不思議なことに環境に合わせる力がありますからね。もしかしたら最初は影響があったかもしれないけども危機器の進化ですとか人間の適応力ってものに関してどんどんねダメージを受けにくくなってるのかもしれないですよね。 で火災時などを想定しますと、ガスボンベ仕様のコンロは便利かもしれません。おお、そうですね。電気の場合はヤマハ発電機など、昔より安くて軽くて、静かなタイプも出ているようです。 塾長はすすででに持っておられそうですねとあります <laughs> また、なかなかとまとまりない文章でした。あ,あまり参考にならない内容ですが、ただ、塾長とお話したくメールさせていただきました。いやー、感激ですね、そういうのね。そんなことないですよ、本当に。どんなメールでも私は嬉しいですね。100通来たら100通、こういうふうに、その日のうちになるべくすぐにね、返信をさせていただきますので、これからもどんなことでもね、 隣の家で飼ってる猫が子供を産んだよ。なんでもいいですから。メッセージいただければ幸いでございますえー。それではこれからもよろしくお願いします。